日本をはじめ海外からの観光客の受け入れに期待が高まる韓国で、新型コロナの1日の新規の感染者数が再び増加に転じています。5日発表の韓国の新規感染者は18,147人で、先週の同じ曜日から 1.8 倍に急増しました。韓国の感染者数は世界最悪の水準だった3月の1日60万人超えを最後に減少傾向でしたが、先月27日の3423人を底に再び増加に転じています。今月からは日本からの観光客向けにマルチビザの発行も始まっていて、夏休みには多くの日本人の訪韓が見込まれています。専門家は今年後半には最大15万人から20万人程度の本格的な再流行につながる恐れもあると指摘しています。